はい、こんにちは、てっちゃんマネーアナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、日本の国会議員、まあ衆議院と参議院がありますよね。合計で717人で、これね、多いか少ないか、これね、多いか少ないかというとね、僕は多いと思いますね。先進国、こう大きな国の中でね、この717人より多いのは確かね、フランスとイギリスだけかな。他は全部少ないんですよ。韓国で300人。アメリカでね、アメリカもね、少ないんですよ。400、500人だと思いますね。でね、昔ね、議員の削減、3割削減って言ってたけど、どこ行ったの削減。3割削減ってどこ行ったの一体。結局ね、そんなにいらないんですよ、見てたら。717人ってなんでそんなにいるのって。多数決するためにいるのって。もうね、もう参った、もう3割その国会議員を減らすっていう話はいつの間にか立ち消えになるしね。で、国会議員の給料って4000万って言われてるでしょ。でね、この4000万ってね、他の国よりも多いんですよ、ダントツで。つまりね、4000万かける717、何それって思うでしょ。でね、これだけならいいんだけど、いろんなね、秘書のお金とかね、公設秘書何人まで給料が出るとか、あるいは、文書なんとか費とかね、交通費とかね、グリーン車に乗れるとか、飛行機にファーストクラスがどうのこうのあるでしょ。あれ計算するとね、だいたい一人ね、6000万から7000万あるんですよ。誰もかも入れる。税金から払ってるの。まあ、例えば7000万でね、7000万でね、710何人いるでしょ。どんだけ使うのって。ほんでそれでお金が足りないって言って、政治資金のパーティーしてね、西村康稔なんか格でやってたでしょ。で、この間は武見厚生労働大臣で、誰、財務省の鈴木財務大臣やってたでしょ。1万回避でパッと集めてパッとやめるっていうね。岸田さん何回もやってたでしょ、7回とか。もうね、ATM だと思ってますよね、国民とか企業。だから結局ね、パーティーするから、どっかの企業にね、あんたとこ、100人分お願いねって言ったら、100万分ね、集まらなかったら自分で出すんですよ、企業が。結局ね、お金ちょうだいねっていうのと、はい、出さなかったら分かってるよね、みたいなね。まあね、で、これにね、僕ね、企業献金とか団体献金をやめるから、政党助成金にしたんじゃないのと言いたいんですよ。で、政党助成金ってね、人数によって変わるんですけど、自民党でね、315億円かな。315億円入るんですよ、自民党に。で、それを、まあ、代表的なのがね、なんだっけ、お盆と暮れにね、100万ずつ配るとか、やめろっつうの。だから人数が多いと金もいる。だけど、配るためのお金じゃなくて、政治はお金がいるんですと。なんでいるのって。みんなが同じ条件でやったら、金いらないでしょって。人より余分にお金を渡して、人、渡さない、お金で人を操ろうって思うから金がいるんです。もうね、岸田さんを落とすとかね、自民党を解体させるって、これもいい。あ、ほんとね、立憲民主がね、60億入ってますよ。60億、政党助成金。で、結局ね、政党助成金とか、自民党はね、いろんなところでお金が入ってくるから、それを子分たちに分け回るけど、結局、他の政党はね、ないんですよ、お金が。だから、お金ないけどね、ないないって言わないでしょ。自民党ってお金どんどん入ってくれば来るほど、ない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 って言うんですよ。困ると。で、政治資金パーティーはするわ、交付金はあるわ。ほんで、おまけに、なんだっけ、もうね、献金でしょ、個人献金。やっぱね、個人献金っていうかね、まあ、企業団体献金。これを廃止する。そして政党助成金だけにする。で、議員は、
まあね、議員の数を減らすか、入ってくるお金を減らすかしかない。そしたらいっぱいやっぱ仕事はしてもらいたいから、議員を3割減らして、給料は1割増やしてもいいぐらいの気持ちでいいと思うんですよ。だから人数はいらないんですよ、あんなに。なんでいるの？だから数の力で物を動かそうとするから、いっぱい大勢いた方がいいっていう話なんでしょう。戦争じゃないんだから。もうね、このね、馬鹿げたね、国会議員、参議院の価値とかね、参議院と衆議院なんでいるんだっていうと、これはね、衆議院の暴走を止めるためには参議院は必要かもしれない。ただ人数的にはね、衆議院も減らし参議院も減らす可能性、だって参議院ってね、代議士ではないけど国会議員、代議士はね衆議院議員だけどね、で6年間選挙ないんですよ。6年間1回受かったら絶対もらえるんですよ。ほらね、さっき言ったようにね、自民党だったらね、7000万もらったら、6年が4億、4億5000万ぐらい入る。5000万ぐらい。あ、5億。1回当選したら5億入るで一緒ですよ、給料とか。もう何考えてんのって、本当に。だから、変なやついたでしょ、広瀬が。秘書に実勤務状態ないのに、秘書の給料といったお金で配ってたと。もうあんな、もういっぱいやってると思いますよ、他のやつもいろんなこと。まあ、岸田の息子もね、なんであいつにね、秘書官かもしれないけど、なんであいつに税金から金やらないかんだって僕は思いますけどね。カメラだけで腹立つわ、あれ。皆さんね、やっぱり、ね、国会議員の717、あのね、きちっとした仕事をしてくれるんだったらね、それぞれ717でもいいんですよ。きちっと仕事をしてくれたら、ただそんなにお金はいらんでしょうと。だせめて企業献金、団体献金をやめたら、企業や医師会とか団体とのその癒着みたいなのを切ったら、お互いね、切ってね、メリットもないのに献金しないでしょ。だから献金もダメにしたんですよ。したらいいんです。そんなの優遇しなくていいから。で、儲かってる企業から税金取ればいいんです。で、消費税下げればいい。簡単。結局自分たちがいい思いするためには国民から金取って、仲間から取るといろいろ自分が得しないからっていうね、もうこんなやめてほしい、やめてほしいっていうか、やめさせましょうよ、もういい加減。少なくとも自民党はね、切った方がいいと思う。岸田はね、頭悪いから、あれは総理辞めさせて落選させた終わりで、自民党崩壊させる。うん、だから国民投票みたいなのがあったらいいんですけどね、どう思いますか？